おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1050です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後の方にも言ったと思いますけど、 SH フィギュア2ではなくフィグマですね。はい、そちらを紹介したいと思います。はい、で今回紹介するフィグマはですね、実際の発売日からですね、1ヶ月以上経過して紹介するというね、ちょっと時期を逃した、そんな感じのものになっております。はい、それがこちら、じゃん。はい、フィグマの327おののき四つぎ。はい、こちらはまあ、ここに書いてる通り月物語ですね。まあ、物語シリーズのキャラクターの一人ですね。はい、で物語シリーズは以前千代あららぎ暦から始まって、ずーっとその時出てた最新までを紹介した感じかな。ですごく時期が経ってからやっと出たってね、多分これで打ち止めじゃないかなって私は思ってます。ただまあ、やっぱり代表的なところとしてはやっぱりね、キスショットですね。キスショット、アセロラオリオン、ハート&ブレード、それが出てないんで、それが欲しいかなと。でもしかしたらそれが出たら本当に締めになっちゃうんじゃないかなって思います。まあ、あとはね、何体かいるんですけどね、それも果たして出るかどうかっていうところですね。はい、一応そんなこれを紹介していきたいと思います。一応パッケージはこんな感じですね。まあ、200万以降の下が黒、上がそういうキャラクター専用の色みたいなね、こんな感じになってます。横がこうで、裏がこうですね。はい、これ何かというと、これがアニメテッドルールブックですね。それ用のここに書いてるんですけど、ワンブですね。アンリミテッドルールブック用ワンブが付属していると。まあ、それがここですね。これです。で大体のやつだと手首だけなんですね。まあ、この多分親指じゃない、人差し指がこうビヨーンってなってる大きい手首があって、これと差し替えてっていう感じだと思いますけど、多分手首だとジョイントが多分支えきれないと思うんですね。この手首がね、これで支えきれないんで腕が丸ごと入ってると。はい、なのでちょっとここの手首っていうかね、この交換がちょっと不安があるかなという感じですかね。一応まあこんな感じ、表情パーツは全部で3種類って感じかな。はい、そして反対側がこういう感じで、あと上と下と、これ上と下は同じですね。ただ左右は違うという形です。まあ、こんな感じの付属品というかね、こんな感じの内容物になってそうです。はい、ということでここから開けていきたいと思います。ではレッツオープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。四つ木本体、国会の表情パーツ、帽子と、アイスですね。そしてアニメテッドルールブック用の手首というか腕だね。で収納袋と国会の手首パーツと説明書が収まってます。でいつものこれですね、この光の反射で多少わかると思いますけど、点線ですね、こちらありますと。これをまあ切り離すことによって別売りの D ステージというやつに使うことができると。まあ、それ用のカバースキンってやつですね。で、D ステージっていうのは全部で多分ベースは2色ですね。黒と半透明みたいな感じ。で、あと各いろんなキャラクターとかについてるものだったらちょっとチェックが入ってたりとかね、なんか水色だったりとかね、こう何種類かあると思いますけど、まあ、基本的にはその2色、黒と半透明。それを今回だとこの四つ木の色にしたいときにはこれを使うと。で、他のものだったらここに作品のタイトルが入ってたりとかね、そういうふうに、まあ、それに変えることができるカバースキン用の紙が入ってると。で、これ切り離すときには、ハサミとかね、刃物で切ってきれいにした方が取り付けたときの見た目は良くなります。あと破れないしね。ただ、D ステージ自体が今多分生産してないと思うので、まあ、お店の在庫、あとは中古ショップとか、ネット通販、オークション、まあ、そういう風にしか手に入らないと思うんですけど、一応ね、最近紹介した中だとアイドルマスターの星ミキですね、そちらの中に、一応ベースセットというかね、ベースが入ってますんで、ちょっとお試しで確認するならそれが一番かなというふうに思います。一応 D ステージの方はどんなものかっていうのは動画で出しておりますので、まあ、そちらをねちょっとチェックしていただければいいかなというふうに思います。はい、ということでこちらですね、このケースから、出してパーツ一式全部並べたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。いつものベースといつもの支柱、これは新バージョンの方なので曲がるのが片方にキュッと曲がって、反対側にはあまり曲がらないっていうね、このタイプがなってますと。ただこちらだと今回ね結構低身長なので、これギューって曲げれば全然問題ないと。これが通常っていうかね、今までの従来のやつだとこれぐらいしか曲がらないんでね、もうちょっといったかな、これぐらいだと思うので、ちょっと身長低いやつにはちょっと使い勝手が悪かったんですけど、このね新タイプはグッと曲がるんで、これでバッチリという感じですかね。はい、そして帽子と食べかけアイスだったかな、それとアンリミテッドルールブック用の腕パーツ、公開用の手首はここだね。
で予備の手首ジョイントと小弦の表情パーツですね。そして四つ木本体というふうになってます。そして説明書の方がこういうふうにここペラッとありまして、こちら日本語表記、裏がまあ英語表記、そしてまあいつものとねセット内容、まあここの A 四つ木ですね、それ以外に表情パーツがこういうふうにあって、まあこれですね D、 これのパーツの付け方と、あと E ですね、これ帽子、これの付け方が載ってると。ただ箱をもう完全に捨てちゃったと、もう捨てちゃって、この説明書が残ってない場合は、じゃあこの D ってこれ名前なんだっけとかね、そういう風になった時に載ってないのがやっぱり痛いとこなんですよね、いつも思うんですけど、これ別に載っけてもいいんじゃないかなと思うんですよね。 SH フィギュアツだとそのこうパーツリストみたいなやつとこれちゃんと正式な名前が載ってるんですよね。でその正式な名前の状態で付け方って載ってるんで、そっちになった方がいいんじゃないかなっていうふうに私は思います。はい、ということでパーツ意識とりあえず 手前ねざっと寄せちゃいまして、よいしょっと、はい、四つ木本体です。ではこの状態でぐるり、はい、こういう感じです。はい、まあこれなんとなく今見ていただいて分かったと思いますけど、このスカート部分は結構固めです。はい、でまず頭部ですね、左右これこのままぐるっと回るぐらい結構可動範囲が広いですね。で上はこれが限界、下もこれです。下なんてほとんど向けないですね、やっぱ首っていうかここのところの襟元っていうかね、襟はねこの辺がちょっと顎に当たっちゃってるんで、そんなにというかほとんど下に向けない感じですね。後ろのこのツインテのこの部分は根元の部分がボールなんで、これでガシガシ動かせると。だからこうやってね上げることもできるし、後ろの方にしとくこともできるという感じです。で次に腕ですね、腕はここのところにジョイント、ボールジョイントというかね普通にジョイントが入ってるんで水平もできるし、まあ真上がねちょっと厳しいね、こういう感じです。真上にしようとするとここのね肩のこの部分がちょっと当たっちゃうんで、これが真上限界ですね。もっとまっすぐギュッて やりたいんですけど、そうすると肩のね引き出しジョイントがないとできないんですけど、それがないんで、うん、まあこれが限界かなと。あとこの状態でずっとキープしているとこの白い部分の端っこの部分がちょっと上にピュッと上がってるんですよ。そしてこの袖の部分と当たっちゃってるんで常に上がりっぱなしになるんで、これで戻した時に常にピュンとね上に上がっちゃう感じになるんで、あんまりおすすめしないかな。だから前とかね後ろとかはいいと思うんですけどね、真上に上げっぱなしはよろしくないと思います。で一応ここの部分でロールできるのと、肘がここで曲がります。そして手首がここでジョイント入ってるんで曲げれるよと。で肘の曲げとしてはこれぐらいですね、90度より曲がってるという形です。で先ほどちょっとねこの水平ってやった時にここの肩のこいつが地味に下の方にグッとこうスライドしてくれてるんですよね。なので水平にこうした時にここら辺の見た目がちょっといい感じになってます。でちなみにここの肩のジョイント、ここはちょっとオレンジ系のやつですね。ただこの色ってなかなかないんで、これ破損してどっかから交換するっていうのがなかなかねできないと思うんで、まあ、ちょっとね、取り扱いに注意が必要かなと。まあ、水平じゃないね、両でこんな感じです。で次にボディはここですね、ここで動かせるんですけど、なんていうのボールジョイントでこうグイグイ動くっていうよりはここのところは横にしか動かない、多少ねほんと数ミリぐらいちょっと上下にっていうか前後にこう動くぐらいで、基本的には横のスイングだけですね。じゃあ足場っていうとスカートの中でここがグイングイン動く感じですね。だからここで動かすって感じなんで、ちょっと癖が強いかな。一応足はこう水、これ開脚はこんな感じ。一応前後、まあスカートの中でしか動かないって感じですね。一応中がこうなって、ここの広さの中でしか動いてないよという感じです。で足はこれぐらいですね。本当はもうちょっと曲がるかな。気持ちもちょい曲がりそうなんですけど、どうしてもねスカートのこの端っことかに当たっちゃうんで、これが限界と。で両足同じ形で、でここのところ足首、ここのところにジョイントが入ってるんで、ここで動かせると。でここのこれ靴だね、靴の上の部分だね、これが別パーツになってるんですよ。でこれが足側の方にね固定されていると、こうひねった時にここが障害になっちゃうんですけど、これも一緒にねちょっと動いてくれるんで結構広めという感じです。まあつま先の可動はありません。はい、一応ベースとしてはこんな感じですね。可動範囲は一応ちょっとね端っこの方とかね、いろいろこの肩口のこのね紐状のやつとか、ここのリボンとかね、これ結構細いんで、なんかで引っ掛けた時にちょっとねちぎれるんじゃないかなと思うぐらいちょっと弱い感じがするんで、ちょっと注意が必要だと思います。はい、
そしたらこちらの背中だね、ちょっと見えづらいと思うんですけど、ここのところにジョイント用の穴、ね、がありますんで、そこに支柱ですね、ちょっととりあえずこのまま入れます。これをここのところにブスッと刺してあげまして、まあこんな感じかな。そしてこの反対側ですね、こっちの反対側を台座の方に、まあ、ブスリと刺してあげますと。はい、でこの時に三角印が後ろ側です。そうしないとこっち方向に曲がらないんでね。はい、こんな感じですね。一応こういう風に立たせることができます。一応これやっぱり先ほども言った通り、こう低身長のキャラクターにもちゃんと対応するようにこうなってると。これが従来のね、今までちょ古いタイプだとあまり曲がらないんで浮いちゃうんですけど、それがピタッとね下に降りるっていうね、これは最高じゃないですかね。はい、で一応これをグッと戻してこんな感じで立たせることができます。そしたら付属品関係ですね、それをちょっとやっていきたいと思います。まずはやっぱりね、四つ木といったらこちらの帽子ですね。これここに見てわかるとおりピンがあります。でピンがあって頭部側に穴があるんで、これで差し込んであげて OK と。でグイグイっとね、しっかり刺してあげるとこういう感じです。はい、これで四つ木にちゃんとなったって感じかな。一応こういう形となります。で、表情パーツがね2種類ついてきまして、こちらとこちらというふうに2種類、一応ちょっとこっちにしようかなと思います。で交換するときにこの帽子をつけっぱなしにしているとできないので、一旦帽子外してあげて、前髪を取って表情パーツを取ると、だいたい最初一緒に取れちゃうんですけどね。一応こうやって外して選んだ表情パーツをここのところにブスリとつけてあげて、前髪をここに戻してあげると。で先ほど言わなかったんですけど、この前髪これ実はね硬いんですよ。こう柔らかいふにゃふにゃのやつだとこう動かした時にこう襟っていうかね、この辺のところに引っかかってもプルンってなってくるんですけど、これ硬いです。なのでこれ緑でこっちが白なんで、これあまりガシガシ擦るともしかしたら緑がこっちにつく可能性があるんで、ちょっと注意が必要ですね。で一応表情パーツ交換し終わったら帽子を元のように戻してあげて、はい、まあ、こんな感じで表情パーツは交換することができると。だからちょっとね、一旦帽子を外す手間があるんで、ちょっとめんどくさいかなという感じがしますけど、まあ、こういう風にね変えることができます。はい、そして、手首パーツの交換方法はまあだいたいね従来と一緒ですね。ここから手首を外してあげて、一応交換する手首、まあ、付属のねこの食べかけのアイスがあるんで、これをつけたいと思います。でこれつけるときに、ここでね普通にブスッとね刺してあげて、取り付けられるのはいつもの通りなんですけど、これアイスのところがこのね下のね木の棒、まあ、実際プラですけどね、この棒のところに、力がかかると上がバキッと折れちゃうんで、しっかりと手首っていうかね手の方を持つと、これちょっと抜けそうな感じなんですけどね、手の部分をしっかり持って差し込むと。でその時に手首ジョイントがこうカクンって曲がったりした時に、こういう力がかかった時に多分破損する可能性があるんで、この手首のジョイントのこう曲がりですね、これにも注意しつつ差し込むと。であまりにも硬い時にはこちらの手首側の内側をちょっとねピンバイスとかね、その辺のやつちょっと削って、あとちょっとスポスポさせるようにしといた方がいいかなと。ただあんまり緩くしすぎると今度手首のね保持ができなくなっちゃうんで、それならまず最初にお試しでシリコンスプレーをちょっと流し込んでヌルヌルにして入れてあげるみたいなね、そっちの方がもしかしたらいいかも。それから一回お湯で温めてね、ちょっとはめやすくした方がいいと思います。で一応こういう風につけれるんで、あと肘をこうやって曲げてね、こう口元に持ってくるとか、こういうことも全然可能となってる。やっぱりこの手首ジョイントっていうかね、この手首がこうやって稼働するのが非常に優秀ですね。やっぱりこれないと、これが例えばね可動域がこう横しか動かないよってなると、こう寄せた時にあんまりこうね目とかになっちゃうんですね。これをジョイントの位置を調整してあげたりすると、こういうふうに、ね、口元にこうやって寄せれるっていうね、これができるんで、やっぱり手首ジョイントはこれ採用は大正解ってことですね。はい、一応それとっていうかね、今のこの持たせ方と同じように手首ですね、普通のグーとか、まあ、丸いもの持ち指差しピースですね、まあ、これは必須かな。一応そういうふうにつけることは同じなんで、やることができるという感じです。そして最後にこれですね、これついてるのは予備ジョイント、なんかテープがペラってなっててね、すごいベタベタするんですね。でこちらです、アンリミテッドルールブック。これ付け方としてはこの白いこれを抜いて交換すると。でその際にこちらの部分から腕をこう抜くと、あ、しっかり抜けましたね。
これ物によっては多分こっちの腕側にジョイント残ると思うんで、それを外してあげてこれを差し込むと。でこの手首ジョイントのこいつなんですけど、これがね壊れやすいんですよ。実はこれのこっちのね二の腕側、これのね軸が微妙に細くて、下がこっちもねもう同じぐらい細いんですけど、これ間違ってこういう角度で上に曲げたら一発で折れます。あのぐにゅって曲がるっていうのも本当にパキンっていくぐらいね弱いんで、ちょっと注意です。でこういう風に今外してあげたら、アンリミテッドルールブック、これの腕をここの部分にグッと差し込んであげて、まあこういう感じかな。まああとはね劇中のような感じでポーズをつけてあげればいいと思うんですけど、交換するとこんな感じです。こういう風にまあ交換することができると。これは本当に限定的なシーンでしか使えないんで、あんまり使うことはないかなと思いますけど、まあこんな感じで取り付けることができると。で交換した後の外した腕の方をどうするかっていうと、こちらについてたこの白いやつですね、これをこう差し込んで取り付けておくと。こうしないと、取り付けたこっち側の穴がこうキューッとね縮んじゃったりした時に、今度戻した時に今度させねって話になったりするんで、しっかりとこれをね、つけて、まあ収縮防止にしておくと。でまたこれを戻した時にはこっちの方にこれをつけてあげるという風にしないとダメだよという感じですね。はい、一応こんな感じで、まあ交換時代はこういう風に行うことができます。はい、一応ねいかがだったでしょうか。一応ね物語シリーズ多分最後の一体かなと思うんで、まあねこれで一応コンプリートになるのかな。まだね出てないやつが何体かいるんで、まあそちらの方もね今後立体化してほしいなっていう感じがしますけど、希望はちょっと薄いかなという感じですね。SH フィギュアーズとかね、AGP とかそういうやつだと魂ウェブ商店限定という形で出るんですけど、ちょっとねこのフィグマに関してはイベント限定とかじゃない限りあんまり出ないんですよね。ワンフェスとかね、なんかそういうようなワールドホビーフェア、なんかそういうねイベントごとのやつとかだと、後々店頭ではないね、後々ウェブショップっていうかねオンラインショップの方であったりするんですけど、今後は出ないんじゃないかなというふうにちょっと思っております。出てほしいけどね。はい、ということで一応今回はフィグマの、おののき四つ木、こちらの方を紹介していきました。はい、ということで次回は AGP をちょっとね紹介していきたいと思うんですけど、この AGP ですね、実はこのキャラクターがねあの誕生10周年なのかな、なんかね箱にはそういう風に書いてあるんでね、一応そのキャラクタープラスメカっていうね AGP の美少女プラスメカっていうねコンセプトのものがちょっとね、あるんで、それをね、2回ぐらいかなに分けて紹介したいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。